2コーナーからバックストレッチ7番の小松原雅人が誘導から少し距離を取り始めましたさあ4番手から上がっていく3番の土屋正人ですがここは7番の小松原が突っ張る。 3番手は2番の菅原で変わりませんそして後方4番手に戻った3番の土屋雅人が勢いをつけて上がるか赤番の周回に入りましたさあ3番の土屋が上がってくる7番の小松原も合わせて踏み出しますが外から3番の土屋が叩いて2コーナーからバックストレッチ土屋雅人の先行体制打賞が入りました4番の稲村5番の原田そして6番の高塩も抜け出していって7番の小松原その後ろに下がった残りは1周です との先行策、絶好の番手位置が4番の稲村になりました、5番の原田が3番手、6番高潮4番手、その後ろから短期2番の菅原大ヤがまくっていく、ああこれはいいスピードだ、2番の菅原、まくりきって3コーナーで先頭に立ちました、ついていく1番、小島刑二、2番、1番体制で4コーナーを回っていく、先頭は2番の菅原ダイヤ菅原先頭、菅原先頭を押し切った、2着、1番の小島、2番、1番となりました。 3番の土屋雅人がまくられて破れています短期2番菅原大イヤまくり一発それにうまくついていった1番の小島圭司2番1番この2人が大きく抜け出して3着でゴール線を通過したのは しました栗田、ここは短期で一発狙いさあまずは5番手から6番の大高が上がろうとしますが3番手からは3番の今井も踏んでいるさあ前では1番の小島が突っ張るか2センターから4コーナー外から6番の大高が上がってさあ赤番から先手を取っていきます。 6番の大高、5番の山崎福島の2社が出た後ろが1番の小島啓二となって4番の朝日が4番手その後ろ3番の今井聡7番の栗田、変わらず最後尾で打賞が入りましたさあ、一列棒状だ6番の大高先行体制ですが3番手から早くも1番の小島が踏み上げるさあ、6番の大高を叩いていくか残りは1周です。 1>, 1番の小島刑事が出ましたあーしかし4番の朝日が離れて2番手を追っているのが6番の大高翔馬2コーナーからバックストレッチ小島がリードを広げていく5写真6写真2番手に上がってきたのが3番の今井聡2センターから4コーナーに向かっていく小島先頭だ小島先頭だ4コーナー回った差を詰めてくる3番今井ですが届きません1番3番の順小島刑事が強い競争を見せました どうだ見たかと言わんばかり格の違いを見せつけた一番の小島刑事です。そして懸命にそれを追ってきたのが三番の今井聡。二写真さで 1>, 1番の小島ケイが動いていく7番の清水そして短期2番の菅原もそれに乗りました土屋雅人は下げる1番の小島が前を抑えて7番の清水2番の菅原そしてその後ろ4番手が3番の土屋になって赤番の周回に入ります前に出た1番の小島ケイが後ろをチラッチラッと振り返りながら さあペースを上げていく早くも踏み出していった1番の小島慶司です7番の清水2番手2番の菅原3番手の1そして3番の土屋将人が4番手で2センターから4コーナーに向かっていく。 さあ3番手からまず発進していくのは2番の菅原大也菅原が1番の小島を叩いて残り1周先行していきますさあ短期の菅原が行きました続いて3番の土屋か内側で突っ張ろうという1番の小島刑事2コーナーから最終バックああここで小島はいっぱいだ先頭は2番の菅原になった菅原先頭だ菅原先頭だ外から土屋外から土屋しかし菅原先頭譲りません4コーナーまた先頭は2番の菅原大也菅原強い押し切った第9レース A 級決勝 短期で完璧な走りを見せました2番の菅原ダイヤバックで小島が交代してまくってきた3番の土屋を出させませんでした菅原ダイヤです最近ゼフ町でございます当たる気すら ししなくなくっちゃいましたこれからも応援車券買っていきますのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。